の芝浦ポンプ場のおかげで。シモン君撮ってくれるんすか。皆さんも協力しましょう。僕もするんで。どうもこんにちは、レオです。今日はですね、東京の田町にスケボーしにやってきました。でこの田町はですね、僕が15年ぐらい前東京住んでた時に週1ぐらいで通っていた練習スポットなんですが、当時日本では本当にレベルの高いスポットで、これまでいろんなですね、日本のスケート史に残るようなトリックレコードが生まれた、そんな有名なスポットなんですが、今日はですね、ここにシモン君が滑りに来るということでセッションしていきたいなと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。あとは僕の動画毎週土曜日の6時に公開してますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。それから動画楽しかったよという方は高評価忘れずにお願いします。それじゃあ早速行ってみましょう。それじゃあ田町のスポットチェックやっていきたいと思います。まず入ると、この丸レールは昔なかったな。これニューセクションなんかな。一番のメインスポットはやっぱりあのボックスですね。ちょっとスクエア型に近いボックスなんですけど、ここでですね、今まで日本のスケート史におけるトリックレコードが生まれた場所でもあります。でその奥ですね、もうすでに見えてるんですけど、マニュアル台ですね。これも昔めちゃくちゃ遊んだな。でパイロンがあって、で昔はなかったんですけど、このバスケットコートの囲いみたいなのができてて、あとは隠れるがあります。めちゃめちゃシンプルなパークなんですけど、この大都会にあって、でしかも今日風が強いんですけど、この芝浦ポンプ場のおかげで風も遮ってて暑いんですけど、日陰のゾーンもあって、まあ、なんとか滑れるかなといった感じなんで、ちょっとウォームアップやりつつですね、久々にこの田町のカーブ遊んでみたいと思います。あとここ路面がですね、アスファルトっていうか、なんか不思議な、結構ザラザラはしてるんですけど、この路面もですね、当時と変わらないですね。結構デッキの減りは早いんじゃないかなっていうのと、長年の劣化で路面もデコボコしてるところがあるなとっていう感じです。シモン君撮ってくれるんすか。撮ります。お願いします。田町パーク攻めていきましょう。シモン君、チャンネル登録してくださいよ。皆さんも協力しましょう。僕もするんで。あざます。あるだーす。シモン君の登録は20万人分あるんで。うん、もう今20万人増えた。気持ちはっすね。気持ちは20万人増えた。僕のバクスミ動画を見てできるようになった。マジっすか。その一番回ってないやつ。回ってないです。めっちゃ回ってないです。それ。再生数上がってる動画イコールいい動画。まあまあそうなんですよね。そうなんですよね。再生数上がってる動画イコールいい動画。まあまあそうなんですよね。そうなんですよね。数字に直されたみたい。数字に直されたみたい。趣味のない三つの。ボーリーじゃない三つの振り切るの大変。
ですね、バブルフリップ、オールドフリップ、あ、はい、プレッシャーバリアルフリップ。一番最初されてるのは女子高生スケーター。シモン君撮ってくれるんすか。撮ります。お願いします。田町パーク攻めていきましょう。マニュアルうますぎ。割と引きで結構遠めで構えぐらいです。チモン君ね、ちゃんとこうがっつり顔出して、あ、そうですね、あれに見てほしいからね。まあまあそうですね。じゃあチモン君だったらどんなサムネですか。僕だったらタイトル考えて撮影するタイプですか。タイトルとサムネ考えて、基本はその決めたテーマ沿いで動画撮って、あ、まあ、イレギュラーが起きればそれは作業します。はいはいはい、皆さん、ユーチューブの皆さん、結果サムネはどんな感じだったのか。そうですね、楽しみで。うまっ。カーブのスケーやってますわ。大阪から来たんすか。一人で滑りに来た。スケボー修行に。スケボー修行に。ありがとうございます。今日はあのレールの、あ、レールのやつ見てくれたんすね。おいくつですか今。15歳。15歳。いや、てか田町で声かけられると思ってなかったんでマジめちゃくちゃ嬉しいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。 DM してたんだ。それやばいね。教えてもらってたっていう。質問してきてくれて俺がなんか答えたんだ。答えてもらって。なんだ、じゃあなんか初めましてな感じじゃないね。ナイスメイク。